土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、さまざまなインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、関東学院大学、キャリアナビゲーション、清水建設、竹中土木、リコート所の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと赤井ゆきでお送りします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけどね、はい、今回のテーマはプロボノで街づくりを推進です。私聞いたことないんですよ。プロボノって何かのプロフェッショナルのプロですかね、うん、どうなんだろう、ね、ボノボノはボノボノってよく言うよね。美味しい、何プロで美味しい、何だろう、お料理の人って思うかもしれないけど、いや実はこれがね、どうもどうも違うらしいですよ。ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、プロボノで街づくりを推進についてお話を伺うゲストの方は前川雄介さんです。前川さん、今日よろしくお願いいたします。はい、前川です。本日はよろしくお願いいたします。ではゲストの前川さんのプロフィールご紹介しましょう。もともと学生時代は建築系のご出身、都市計画や街づくりを専門となさっています。特に建築、都市防災、広域防災にも大変お詳しいので、お仕事以外でもボランティアやプロボノとして地域に入って防災のまちづくりや防災エリアマネジメントなど積極的に取り組んでいらっしゃいます。その成果といいますか、まちづくりに関するさまざまな賞も受賞なさっているんです。また中央区の日本橋地域のまちづくりにおいても防災エリアマネジメント分野でいろいろご活動なさっているということで、室町二丁目町会員でもあるということです。前川さん、はい、ようこそ京橋へ。はい、はい、まあ、あの庭のようなものですけど。ありがとうございます。実は前川さん、中央区在住なんですよね。これがまた素晴らしい、はい、さあその前川さんに伺います。ラジオの思い出なんですけども、はい、どんな思い出をお持ちなんでしょうか。そうですね、やっぱりあの小学校の頃から音楽好きで、まあ、もっぱら音楽番組ですね、はい、こちらの方をよくあの母の車の中とかでひたすら FM の曲を探しながらですね、うわ、好きな曲を探すというのが非常に多くて、はい、あと中学高校になるとだんだん深夜番組、やっぱりね、王道ですなっちゃいますね、王道です。まあ、そういった形で、まあ、結局勉強の手が止まるというオチなんですけども、そんな感じでした。そうでしたか、素敵なラジオの思い出をお持ちです。ありがとうございます。さあ、それじゃあゆきさんからお願いしましょう。はい、前川さんは長年プロボノに取り組まれているということなんですが、すみません、私初めてプロボノという言葉を聞きまして、そもそもプロボノって何なんでしょうか。はい、これ私も一緒でですね、実はほんのちょっとぐらい前、もう10年前なんて全然知らなかった言葉なんですね。で最近頑張って使うように私もしていて、うん、でその言葉を使うと皆さん、プロボノって何ですかと言われちゃうんですね。で私もちょっと最近もう一回勉強し直しましてですね、はい、ちゃんと調べたらラテン語のプロボノパブリコという言葉でですね、でそのプロが何々のために、フォー、英語で言うとフォーですよね。はははは、まあ、特に何々のために好んで率先してっていう、ちょっと積極的なニュアンスのあるフォーっていう意味なんですけども、モーナーはその通りで、はい、良いこと、グッドですよね。でパブリカは公共ですね。そうですね。だから直訳すると公共善のために、うん、つまり、まあ、社会貢献のためにっていう言葉なんですけども、うん、まあ、そういったところで、専門家がスキルを生かしてですね、行う社会貢献活動っていうふうに今ではよく使われています。ボランティアっていう言葉、はい、私たちすごく身近にある気がするんですけど、 それとのちょっと違いっていうのがどういうところにあるんですかね。うん、そうですね、それもおっしゃるとおり、いろんなところで全く同じこと聞かれるんですけど、ね、やっぱりね、皆さん一緒だと思います。うん、で
大きく言えばボランティア活動の一環なんですよね。ただあのよくボランティアって言われると例えば今日たまたま土日空いたから、うんうんうん、なんか手伝いに行こうとか、うんまあ、どっかで災害があったから、うん、ちょっとまあ、清掃活動とか手伝いに行こうかなっていう、うんまあ、自分の時間軸で都合ある程度都合が十分工面できたりとか特にこれが得意だからっていうのをこだわらずに、うん、まずはその時間とかを、うんうん、可能な限りだけで、まあ、奉仕したりとか、はいまあ、そういったのがボランティアっていうニュアンス多いと思います、うんうんまあ、無償って、はいそうですねまあ、そういったところがあるんですけどもちょっとこのプロボノになるとさっきの公共善公共の利益に、うん社会貢献ってなると結構専門性って必要になりますよね、うん、確かにそうですよね、はい、下手なこと言ってね地方向に行っちゃったら困っちゃいますもんね本人が良かれと思ってやってても、うん、公共的にいいことかどうかって言って難しいじゃないですか、うんうん、そうですよねだそうなってくると結局普段から専門分野があったりとか、うん、業務でちゃんと成果を出したりとか仕事でやってるような内容を、まあ、平たく言うとタダで、うん、しかも中身は業務レベルの成果を出すとだいぶ違いますよね。そうなってくるとボランティアと ねちょっとお手伝いっていう感覚とは違いますもんね。ないですよね。当然責任もおっしゃる通りです。あるわけだし、はい、ですよね、はい、だから例えばその専門の資格を持っている人であったりとか、うんまあ、特に資格がなかったとしても、ある程度もう職人技の域にタッチしているようなものであったりとか、うん、あと知識として、うん、十分な専門知識がある方がそこで関わって、うん、一定期間何かの成果が出るまできちっと頑張ると、はい、しかもタダですごいでも業務もある業務ありますよありますけどすごい、ね、率先してやるんですよさっきしかも率先してやるなんかのためにプロねそうそうそこですよだんだんプロになるように私分かってきたうわすごいですねそれって、うんでもそもそもね、うん、多分前川さんはそのプロボの意識と言ってもいいのかもしれないけれど、うん、そういうものって、まあ、最初知らない私たちも一緒ですけども知らなかったと思うんですよ、うん、そのプロボのっていうもの自体それ始められたきっかけ知りたいよねそうなんですよどういうなぜそうなったそうですね、いや私も正直性格的にはボランティアができるような性格の人間じゃなくてそんないい人間じゃないんですよねいやそうなんですけどただですね若い頃に町づくりに関わった板橋区の加賀というところがありまして、加賀といっても日本海側の加賀ではなくて仕掛けの加賀じゃなくて、東京都の、加賀前田派の下屋敷後にあるですね、板橋区の加賀地区っていうところがあるんですけども、はい、40ヘクタールぐらいある広い場所下屋敷なんでかなり最大の下屋敷ですね、旧中山道沿いですよねもちろん方向からするとなるほどでそこで最初はですねお仕事区役所のお仕事町づくりの仕事でその、まあ、最後の方だったんですけどお仕事もちょっとかましていただいたと、うん、でそこは良かったんですけども、はいまあ、仕事が終わってある程度町づくりも一定に落ち着いた時に、うん、いやこのまま行かないでくれとちょっと地元に残ってくれっていうのをちょっと地元の住民とか企業の方から言われてしまって、でその後行政の方も、うんまあ、できれば絡んでいてほしいんですけどっていうお願い、お仕事じゃなくて、でも今までのお仕事と同じように言っていいのかな、いいと思う頼まれちゃって、はい、結果的にはその頃はちょうど20代半ばだったので、まあ、今年私も50になったんで四半世紀、そんな前から、はい、加賀の町に関わっているというのが、まあ、きっかけといいますか結果といいますか、そういったところですね。でもじゃあその当時はねまだプロボノというね意識がなかったかもしれないけれども、はいでもある意味時代の最先端行ってたわけですよね。そうですね、多分最先端っていうか何も知らなかっただけだと思うんですけどうわーすごいな。でもその時にねその町の方たちがぜひこのまま残ってほしい、うん、力を貸してほしいって言われた時に、まあ、その前川さん自身がねこう求められているものであるとか、うん、本当にこの町の人たちにどんなものがこの先も必要なんだろうかって当然考えられたと思うんですよ、うん、その時にどんなものがっていうようなところ望まれたかと、うん答えから言いますと、ちょっと難しい言葉で町づくりの計画の一つに地区計画っていうのがあるんですよ、はい
法律で建物をこれぐらいの高さに抑えましょうとか、うん、壁はこれぐらい道路から下がりましょうとか、うんうん、敷地はあんまり小さくちゃダメですかよとか、うん、そういう建て方のルールとか、はい、あとこの道路は広げましょうとか、そういう計画を作るのが私の最初かかってた業務だったんですね、うん、でその計画を作ったはいいけども、実際にその40数ヘクタールの大きな町の中で1ヘクタール単位のマンション開発が進むわけですよ。でちょうど時期もバブルが崩壊してさらにどんどんデフレも進んでいった時だったので、やっぱりどんどんマンション開発は進むんですけども、うん、役所の方はそういった民民の協議には対岸に入って支援はしてくれない、うん、なるほど、そういうことですね、はい、で町づくり計画を担当してた行きがかり上をちょっと地元の人に呼ばれて別の協議会を開いてお手伝いするってことをやってたんですよね、うん、で地元からすると役所と契約であった、うん、計画を作る仕事よりも、うん、実はそのエクストラトラックな、うん、その個別のマンション事業者さんと街づくりに寄与してもらう、何か作ってもらうという、うん、その協議の方の支援の方をしてもらいたかった、うん、うーん、そういうことですよね。我がことだものね。そうなんです、ずっとこれからもうその頃はまだそんなに多くなかったんですけど、どん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 マンション開発計画が郊外移転で出てしまうので巨大なマンションがどんどん建っていくので、うん、はい、これをまあ役所に頼んでも紛争扱いにされちゃう、うん、そうじゃなくて町づくりの議論を専門家交えてしたいんだけど、うん、はい、それに来てくれる人は多分これ全部やったら 2,30 年かかるんじゃないかっていうぐらい案件がある中で、うん、ちょっと行かないでという話が出たんですよ、ね、うん、なるほど、身近にいるこう頼りになる人っていうか、 そうですね、そこがこうハードルがやっぱり低いというか、まあね、ね、いやだからやっぱりどうしても、ね、行政の方って転勤もあるし、うん、部署を変わっていったりするじゃないですか、うん、はい、でもやっぱりその街づくりっていうのは20年、はい、30年50年100年先を考えるっていうことだから、街の人にとってみればそういうスパンでものを見てくれる人が本当に欲しいですよね。あと多分その時私ちょうど25ぐらいだったのかな、なので多分あの裏脇かき頃で暑かったのもあるし、地元からすると勉強になるからさ、いいように言われちゃった、作り勉強になるからって言い方でまんまと地元の人に騙されましてですね、いいようになるほど気づけば四半世紀以上経っていて、そして中央区在住になってるっていう、そうですね、すごいね。でもやっぱりそのくらいのスパンで物事を考える、うん、はい、でしかも他の業務本業もあるんだけど、うん、はい、プロボノとしてここに関わっていく、はい、っていうことが前川さんにとってはどうだったんですか、うん、今四半世紀経ってみると。そうですね、まあ、ちょっと実はここで話していいことかどうかわからないんですけど話しちゃいますけども、うん、前はまちづくりコンサルタントに勤めてたんですよね、はい、でやっぱりそこの会社で覚えた街づくりとか都市計画だけじゃなくて、うん、中には石神井川って川が流れてたりとか、道路の橋梁がだんだん古くなってきて、はいはい、架け替えなくちゃいけないとか、うん、補強しなくちゃいけないとか、そんな土木の話がいっぱい出てきたんですよ、うん、なるほど、うん、で建築の都市計画だったら確かに防災街づくりあるんですけども、うん、じゃあそこで川の水位ってどうやって上がるかとか、うん、橋梁ってどうやってメンテナンスする、橋ってどうやって強くするのかとか、そういった話を即答しなくちゃいけなくて、うん、そうすると建築だけだときついので、ちゃんと土木を勉強できる、まあ、会社に行かなきゃなと。そっちということで、実はそのプロボノのおかげで、今土木の世界に来たっていうのもあるんです。すごい、そういう人いるんですね。これって一番いい答えでしょうか。一番いい答えです。素晴らしい。ちょっとめちゃめちゃ盛り上がったんですけど、ちょっとここでブレると行きましょうか。、はい、この後後半さらに前川さんを掘っていきたいと思います。はい、喉渇いたな。うん、冷蔵庫に水冷やしてあるよ。来週ね、福岡に出張。日帰りできるよね。あれ、揺れてる？え？地震だね。大丈夫かな？何気ない普通の暮らしを土木が支えています。未来に続く安全安心を。建設技術研究所。おい、次郎、お前将来何になるんだ？え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか。この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある
土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、ドボラジ。今日のゲストは前川雄介さんをお迎えして、プロボノでまちづくりを推進をテーマにお話を伺っています。引き続き前川さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてゆきさんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前川さんは、いろんな実は賞とかも受賞をされているということなんですね。でいろんな評価をされているっていう反面、苦労もたくさんあったんじゃないかなと思うんですけれども、その辺のエピソードとかをね、お聞きできればと思うんですけども。先ほどちょうど前半の時にですね、プロボノの意味についていろいろお話しさせていただいたんですけども、まずその実際に先に苦労されした点からお話しますけども、やっぱり業務を超えるリクエストがたくさん出てくるんですよね。最初はボランティアで入ってきたのがだんだんプロボノに近くなってきて、で地元もだんだん意識が高まってきて、そうするとその全てに応えたいっていう欲求も私自身も出てくるので、気づけば2時間3時間の競技の中で、普通で委託業務である協議会運営の3倍4倍の議題を全部扱っちゃうとか、それぐらい頑張っちゃうんですね。でも逆に先ほどの賞の話が出たんですけども、そういったことを四半世紀以上続けているとだんだんいろんないいことが出てくるんですよね。一つ目がやっぱり町が25年かけると、例えば2年に1回大きな開発があったとしてもですね、相当な数民間マンションが開発されるんですけど、そのいい空間がたくさんできたっていうことなんです。だから先ほどの受賞の話をしますと、一つ褒められているのは、普通だともっと狭い空間で大きなマンションが所狭しと建つようなはず、そういった法律になっているはずなのに、勝手に地元がゆったりした空間作りましょう、安全な歩行者空間作りましょうって勝手にルールを作るんですよ。でそれを開発事業者さんにお願いして協力していただくということで、どんどん洗礼ができていくので、あそこも作ってくれたよ、なんとか不動産も作ってくれたよ、だからもっといいもの作ろうよって言って、空間がまず良くなった。これが一つ受賞が多かった原因。なるほどね。知らない間に町の人たちが、その理念っていうか、それを持ち始めていて、そうなんですね、ずっとそれが今に至ってるってことですね。最初の1軒目とかはちょっとした広場作ったりとか、ちょっとした通路1個作るところから始まるんですけども、2軒目3軒目のマンションができて、その通路をつなげていったりとか、すんごい難しいんですけど、そういうことをやっていくんですね。でもう1個たくさん受賞した理由がですね、もう1つは、その協議会を手弁当で、その四半世紀近く継続しているってことなんですね。ちょうどその役所の業務でやった時はまだ協議会の数が第25回とかそれぐらいの協議会の回数だったのが、今もう250何回とか、なんかもうそろそろ300回行こうかなっていうぐらいなんですけども、その要は手弁当で会費も取らずに、そうやって皆さんが語り部になって、私だけじゃなくて、もっと昔25年前から入ってらっしゃる協議会の会員さん役員さんが、新しい転入してきたマンションができて転入してきた方に対して語り部になって、ここはみんな手弁当で運営して、会費も取らずに、町会費だったら町会で取るじゃないですか、1円も取らずにやってる協議会で、その成果はみんな忙しくて来るんだけども、成果はさっき申し上げた町の空間が良くなる。それがどんどん25年だとどんどんいい空間が出てきてくるので、やっぱりそういった参加意欲がどんどん高まってくる。そうですね、そこを目指して引っ越してくる人だってたくさんできますよね。そうなんです、実際はその通りで、やっぱりね、協議会があるから来たっていう人もいらっしゃったりとか、入ってから協議会にのことを知って、ぜひ参加したいとか、そういった方が最近非常に多いです。羨ましい。自分たちで作っていくっていう感覚なんでしょうね。そうですよね。で今は、もちろんその加賀のね、ずっとそのエリアマネジメントという形で競技体としてやってらっしゃったわけですけど、
さっきね前半にもねちょっと触れましたけど、中央区で、はい、中央区で活躍なさっているということで、ね、いやそう活躍なんて思いそうもございません。いやいや、なんか中央区のエリマネ、そうエリアマネジメント、住まいも職場もなんと中央区という前川さんのようなんですがそうね、その中央区でもエリアマネジメントに取り組まれてるっていうことなんですよね。そうですね、もともと中央区、まあ、とりわけこの日本橋地域、まあ、一部京橋地域も含めてですけども、はい、この辺が大好きでですね。大好きなんですか。大好きなんです。でもご出身はどちらでしたっけ。ご出身はどちらでしたっけご出身は大阪の堺っていう町なんですけども、学生時代は京都の方にいたんですけども、なんかこう五番の目の町というか、ちゃんと整然と並んでる町で、はい、かつ歴史が長いっていうのがすごい好きなので、やっぱ20年以上前から日本橋に住み着いてます。すごいですね。すごいですね。日本橋の街ってどうですか？いいところとして、これも他よりも圧倒的にいいなと思ったのが、多分特別区23区の中では一番バリアフリーな街です。なるほど、おっしゃる通りそうかもしれない。まず歩道が広い、うん。ここまで歩道が広い特別区はないです。なるほどね。歩きやすかったですね。そうですよ。この辺確かに広々した感じはありますよね。ありますよね。もう一個、はい、もう一個、坂がない。確かにね、中央区はね平らなのよ。橋を渡るところが一番のね高低差だけなのよ。そう、清洲橋渡るときにちょっとサクサクがあるちょっとね、そうなの。あとは全部平らですよ。全部平らなんですよ。それはあまり意識したことなかったな、勤めてるけど。そうなんですよ。超ミラクルバリアフリーな街なんですよ。そうか。で、実際その街にね長くお住まいになっていて、まあちょっと私たちが聞いてみたいのは、前川さんがこの街、中央区もそうだし、日本橋京橋エリアも含めて、どんなことしたいって聞いてみたいよね。それは聞いてみたいですね。いかがですか。そうですね、どちらかっていうと防災の街づくりが得意なので、今かなりこうインバウンドでですね、いろんなところに海外の方が、当然昼間も夜もたくさん日本橋にも溢れてるんですけども、当然出張で来られる方とかも、日本橋に来られる方、中国に来られる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。でもしそういった時に首都直下地震が起きた時に、住んでる人はいいにしてもですね、例えば帰宅困難になったりとか、人によっては帰国困難になったりとか、あと遠くから旅行来てる人は帰郷困難になったりとか、そういった人たちが発生した時に、なんかその難しいことじゃなくてもいいんですけども、地元の住民とか企業の方とか、ちょっとした小さな店舗とかテナントの方がちょっとお助けできるような、なんかそういう取り組みというかムーブメントを起こせたらいいなと思って、ちょっと地元のその街づくりをいろいろやってらっしゃる日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会と、日本橋ルネッサンスって言うんですけども、ご存知だと思いますけども、そこにちょっとアドバイザー的に入らせていただきまして、ちょっと街づくりの話の時に防災の話とか、そういった話を少しさせていただいております。なるほど。前川さん視点から見て、こういう大都市の中のね、その不特定多数の人が集まるエリアっていうのに対するその防災の一番の肝っていうんですか、どういうことに備えたら町の人たちはいろんなところから来ている人たちを共助という意味で救うことができると思いますか。多分なんですけど、海外からも国内からもこの中央区とか日本橋とか東京駅とか目指していろんな方が来るんですね。で、来た時に皆さんイメージするのが首都直下地震っていうと 3.11 を思っちゃう人が多いんですよ。でも 3.11 って確かに電車は止まったし、人が溢れたし、車も大渋滞起きたんですけども、じゃあ周りが怪我人だらけだったかと、ビルが全部倒れてましたか、そういったことあんまりなかったと思うんですよね。で、今度考えなくちゃいけないのは、首都直下地震の時に袖看板とかみんな落ちて、いろんな例えば外傷を発生した人がいっぱい出た時とか、あとそれからお子さん連れとかで旅行されてる方もたくさんいるじゃないですか。で、その震災が起きた後に、じゃあ雨降ったらどうするんですかとか、軒先借りれるビルってあるんですかとか、そこでトイレ使わせてもらえますかとか、1階のロビーのトイレしかやっぱり耐震化されてないから使えませんとか、それが何十万人っていうふうに発生した時に、じゃあみんなそれを同じ方向性も持って
お手伝いしようっていうなんかルールとかって決めてますかって話になった時に、うん、問題はそこで対処したとしてもその後なんですよ、うんうん、大事なのはその時にみんな小さな取り組みをちょこちょこやったとするじゃないですか。それが SNS とか画像とか動画でどんどん残っていくんですよね、うん、でそういったのが今度首都が復興した後にアーカイブされて、うん、いろんな映像で、まあ、他の町は分からないけど、うん、我々の日本橋の町っていうのは旦那さんたちが、まあ、家もやられてるんだけど泣きつけてこういうの配ってたとか、うん、あとどこにどう行ったらいいよとかここなら雨露しのげるって教えてくれる人がいたとか、うんうん、あとちょっと動いてる Wi-Fi を QR コードでプリントして軒先に出してこれうちの Wi-Fi だから使ってくださいって言った店があるとか、うん、お金なんかかかんないいろんな方法あるじゃないですか、うんうんうん、そういうことをやって支援した方がやっぱり一番いい言葉は悪いですけど美談というか語り継がれる、うんうん、みんな小さな店主がですね何日も人を止めれるかって言ったら止められないと思うんですよ、うん、そうですよね。今できることは何って、そうなんです。明日起きた時にできることって多分限られてるんですけど、うんうん、はい、だから何でもかんでもこう受け入れたりとか物を出したりとかするのもいいんですけども、うんうん、そこって続かないし、うん、さっき言った帰郷困難とか帰国困難の人をどうするかなんてすごい大変なタスクなんですよ ね、うん、 そ、 ね、うん、だからそれは国家レベルの話になっちゃいますよね。そういったところを考えるとあんまりこう背伸びするよりかは身の丈にあって かつ確実にあの日本橋とか中国に来た人が喜んでいただけるような、うん、あやっぱここの街良かったわと、うん、でまた復興して5年後絶対また行こうと、うん、そういう街を目指してもらえるようにお手伝いすることかななんて思ってます。なるほど、ありがとうございます。深いね。さあそれでは最後に伺いたいんですが前川さん、はい、あなたにとって土木とは。はい、さっきもちょっと防災の話いろいろしたんですけども、うん、やっぱりその建築系の出身だったのでその土木に関わるようになってから何が分かるようになったかっていうと川の水とか津波の海の水とか火山の降灰であったりとか大雪であったりとかそんないろんなその災害時の外力、外力っていうのはまあ外からの力なんですけども自然の力をたくさん扱うようになったっていうのが建築から土木に乗り移ってよかったなーっていうところかなっていうふうに思ってます。で最近は複合災害なんて複数の災害が連続して起きたらみたいな話もあるんですけどもやっぱりそのそういった新しい専門分野とか新しい技術をやっぱり学ばなきゃ話にならないなって思わせてくれるのがこの土木の世界の醍醐味なのかなとそういうふうに私は思っています。以上です。前川さんありがとうございました。いや、 やっぱり土木って面白いですね。さあそれでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。ドボラジ終了よし。ドボラジ終了よし。前川さんのお話最後に出てきましたけど今いろんなまあ災害とかがあってでやっぱりみんなそれぞれが町にいる人たちが自分のできること少しすごく小さくてもいいと思うんだけれどちょっとこう私にはこういうことができる私にはこういうことができるっていうのを支え合いっていうのがまあプロボノの第一歩みたいなところになっていくのかななんていう気もしました。そうですね、やっとこうプロボノの本当の意味っていうのが分かりましたよね。ね、なんかゆきさんのお母様もそうなんですプロボノ活動してるっていうことよね。そうなんです。商店街でね、うん、お店やってるんですけど、ええ、そこでできる自分のできることっていうのをやっていくっていうのは誰かのためにねきっとなっていくそうよね。支え合いなんだなって思いますね。町の皆さんのオアシスになってるわけでしょう、うん、と思います、ね、お母さんにお伝えくださいね、うん、プロボノやってるよって、はい、いいですね、はい、ありがとうございました。さあそれでは次回をご紹介しましょう。次回は五反田のみっちゃんをゲストにお迎えしてサイクルロードデースと土木をテーマにお話を伺おうと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子アップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。それでは来週も土木のラジオドボラジでお会いしましょう。